この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいります、ケイの大冒険です。それではね、今回もアークサバイバルの実況やっていきたいかなと思います。まあ、今回ね、タイトルに出ている通り、アベレーションにて原油っていうのはね、もうすごく貴重なんですけれども、まあそれをね簡単に、ちょっと集められる方法があるので、ちょっと今回ねそれを説明できたらいいかなと思います。おいしょ。あ、そう、その前に、ちなみにトライブメンバー募集中です。このね拠点ね、僕一人で作ったんですけれども、マジで俺が一人で作ったんだよ。うん、でこの上にね、お、なんだ殴るぞ。やべえ塗られるあれ登れない。ここみんなの個室のルームになってんだけど、追っかけてきてないよね、大丈夫だよね。めっちゃ来てる、危ない怖い、なんか変な鬼ごっこが始まっちまった。あいつ俺のロックドリンク塗ろうとしてるのか。チャットせな、私は何もしていない、やめるんだ。よし、これで大丈夫でしょう。え、なんかピンク色のハケ持ってんな。あれ、思いっきりピンク色のハケ持ってるよね。塗られてないね、まだ。怖い顔。まあいいや。とりあえず、お部屋がね、まだ、ここ1階は、あ、2階は埋まってるんだけど、全て塗ってやる。ごめんなさーい。まあこんな感じでね、みんなで一緒に楽しくやってます。で、あとこうやってね、ドアが開いてるところは全部、空き部屋ですね。こうやって個人部屋一人ずつ用意してるんですけれども、空いてないでこうやって、看板にみんな名前書いてるんだけど、そういうところは全部埋まってるので、あとこの階は2つだけだね。ブルーが出たからか。バレたか。よし、じゃあ早速、やり方教えないとね。ちなみにトライブメンバーあと5、6、7、7人かな、7名募集。よいしょ。俺のリーパーどこだ。あ、いたまだね、この子ね育ち盛りでね、まだねレベルは上げてないんですけど、この子ね通常カラーですからね、そんなあれだけど、刷り込みにとりあえず 100% までいったから頑張って育てようかなと思ってます。で、とりあえず今からね、原油の集め方というのをね、ご紹介できたらいいかなと思っております。このまままっすぐ行くとね、ちょっと僕がね、ちょっと、あれこれ頑張った拠点があるんだけど。まあね、今この、モモタロウって人いるんだけど、この方ね、とりあえずうちの僕の、おいしょ、なんだこいつ。あー、このリーパーまだ火力低いな。俺がいつも使ってるリーパー、火力は700超えてて、体力は4万超えてて、スタミナも2000とかしっかりあるんだね。それに慣れてしまうと、今この子火力500近くあるんだけど、足りないね。あいつ今ワンパンやって逃げてたの、もう。よいしょ。あれ、外すの？なんか命中できない。なんかレベル上がった。よいしょ。とりあえずね、原油を、簡単に手に入れる方法あるんですけど、それはね、なんていうのかな、バイトっていうのが必要なんだけど、まあ今からね、行くんだけど、まあ結構、努力というか時間がかかるかな。うん。ただ、それが仕上がれば、まあ、いい感じにはなる。うん。
ちなみにね、ここ、公式サーバーの NA サーバーなんですけれども、まあ、日本人として僕やってますが、まあ、最初はね、やっぱりね、嵐がひどくって、まあ、外人からの嫌がらせが結構あったんですけど、もう力で来たもんだから、向こうがね、向こうが最初力でね、防せようとしてきたから、こちらも最初まだ弱かったんだけど、こちらもね、だんだんリーパーなの、ロックドライブ、バジリスクとかいろいろ揃えて、逆にやり返していくうちに、その嵐がむしろいなくなっちゃって、今、超平和になって、僕、フル株としてここでやってますね。はい。今僕のトライブに喧嘩ってくる方はあんまいないんだけどな。で、ここなんです。この中層拠点のここなんです。めっちゃラグいけど。おいしょ。ここのこの水辺。今、カニさんね、バーって歩いてると思います。リーパーも歩いてると思います。はい。あれ、実は野生じゃなくてですね。僕がテイムした、バイトっていう名前の。ほら、バイト1って書いてあるのと、こいつがバイト6。あいつがバイト5。で、ここにワニさんがいて、ここに突っかかってるなんかビビがテイムしたロックドレイクがいますね。はい。で、こうやってここで、全員攻撃的にして、放浪モードをオンにして放置させると、いろいろなものをぶっ殺してくれて、勝手に原油とか真珠を貯めてくれます。で、ちなみにこうやってちゃんとね、門で囲ってあげないと、放浪させてしまうとやっぱり出てしまうので、囲ってから、そこにたくさん自分の、もう、こうやってネームレスもね、湧いたら殺してくれますし、もう、便利すぎてたまらないですね。で、この子たち多分もうみんな原油とか真珠めっちゃ持ってると思うんで、多分、1日2日寝かせたんで、多分もう、1匹100個くらいは持ってると思うんで、合計1000個くらいは行くんじゃないかな。とりあえず皆さんね、今、バイト頑張ってらっしゃるので、ちょっと待ちましょう。その間ちょっとレベルアップしようかな。この子とりあえず、火力を600にしてから、体力4万かな。そしたらまあ使える感じなんですけど、ちなみにここにいるリーパーは全部すり込みに失敗した600にいらないリーパーなんで、ただいらないと言ったって、そこら辺のスピノを100匹くらいは普通に余裕で倒せるので、はい。だからバイトとしてここに置いてもね、まあ何らか問題はないかなと。ここでアルファカルキノスとか、アルファバジがもし来てしまったとしても、さすがにこの数の僕のね、テイムした恐竜たちには勝てないかな。何回かここにアルファを開くんだけど、みんなボコボコにしてくれるので安心です。ちなみにカニさんだけでもいけるんだけど、こういう水辺だとやっぱりね、スピノとかよく強くなるので、スピノとかワニを置いてからカニさん置いて、あとまあ余ったロックドレコのまあ置いたりすればいい感じにはなるみたいかな。そうすれば多分アルファが湧いても反撃できるかなと思います。じゃあ、とりあえずね、このバイトたちの給料を、ちょっと、取っちゃいましょう。で、バイトたち、こうやってね、放浪させると歩いちゃうんだよね。ただ、こうすると止まるので。で、ちょっと取ってみようかな。原油100個。真珠92個。黒真珠2個。少ないなぁ、1日2日だと。少ないですね。で、しっかり、物を取ったら捨ててあげましょう。そのうち重くて歩けなくなってしまってボコボコにされてしまうので。まあ、3日くらい経ったら、回収って感じかな。こういうことすると、ポンポン集まるんで。どこあげようかな。とりあえず火力かな。全部持てないかな、多分。よいしょ。で、こいつを解除。今、3番やった。次、7。こいつもレベル上がるね。どうしようかな。体力かな。アンコウジェルとかね、真珠とかいろいろ手に入りますからね。
まあこのやり方すると1匹でまあ大体100個取れるので、まあ1回につき1000個取れるかなと。3番と6番やったから、これね、数多すぎるとね、結構ね、どっから取ったかなっていう風になる。あいつ、あいつ。あ、違う。誰呼んだ俺。おー、ワニさんか。よいしょ。ワニは食ってるか？ワニさんね、競争で負けちゃうんだよ。だからね、あんまりね、ワニは取ってくれない。やっぱ大型恐竜がね、全部持ってってしまうんで。カニ。カニ。よし。なんか集まるんだろうな。おー、まあまあ集めてるね。まあ、カニさんもできれば100レベル以上のやつを置かないと、ちょっと、電気ウナギとか出てしまうと、痛いかなって感じかな。あとやっぱりね、中層なんでね、やっぱり野生のロックドライフもここに入ってきますんで、それに対応できるような、やつを置かないと、バイトじゃなくてただの生贄になってしまうので。よいしょ。お、なんかごちゃごちゃしててわかんねえな。ん、俺今誰呼んだ？アリーパ呼んじゃった。こいつ2番だから、2番どこだ？2番。カニにね、追従させてるとリーパーいい感じに動いてくれるので、2番のカニさんどこだ？こっちにいない。まあ普通、中層っていうのは、こんな、ひょこひょこ歩けるような安全地帯じゃないんだけど、もう今、バイトさんたちがね、お、2番いた。2番。おいしょ。で、この2番に追従。OK。で、こいつも持ってるね。まあ、1日半くらいかな、寝かせたのは。結構みんな持ってるね。で、これ以上俺持てないな。案外、取ってきてくれますね。よいしょ。だから、放浪させて攻撃的にして、野放しにしておくだけで、こんだけ、自分は努力せずに、ここに来れば、好きなだけ手に入るという。なかなか素晴らしい考えなんじゃないかなと。思って、ちょっと今回ね、動画にしようかなと思って、撮っております。やっぱ黒真珠あんまり出ないね。ああ、こいつは、あんまり働いてないな。給料下げなきゃダメだな。うん。よいしょ。あとどっから撮ってないんだ、俺。3番。あ、4番も撮ってないな。あ、3番撮ったか、さっき。4番。よいしょ。お、レベル上がるぞ。火力かな。暗黒ジルもね、しっかり使えるんだよね、これね。んで、捨てると。あれ、どこ行った？これ、親の元に行け。こいつか。やべ、俺もう重い。重いぞ。ちょっと君、乗らせて。君から荷物の持ったら多分俺動けないな。まあ、ギリギリ動けるんだ。頑張ろう。頑張ろう、日本。いや、これ無理か。これ無理があるか。無理かなぁ。動け。動け。動かねぇ。あ、動いてる、動いてる、動いてる。超スローモーションだけど、動いてる。こういう時は一回乗っちゃうか。乗って、ちょ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 い。よいしょ。乗って動いて、自分のリーパーに全部入れて、おちょい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 、邪魔やな。よいしょ。混雑よっ、俺のリーパー、よし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 、ちょ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 、動かんといて、動かんといて、あかん。
おーいしょ。おーし。おっと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 、遠くなったな。おっ、ありがてえ、尻尾で拾ってくれたぞ。さすが俺のリーパー、分かってるね。よし。んーで、まあ分かりやすくこっちの方を全部捨てて、こっちに一回全部入れちゃおうか。原油が今のところ、よいしょ、3、4、5、6、7、8で、これからまだ取るつもりなんで800以上ありますね。よいしょ。うん、まあ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 の収穫でしょう。まあいつもはね、あの原油よりも真珠の方が多いんだけど、今回はなんか原油の方が多いですね。よいしょ。だから真珠ってなんかいつも水に潜って危険ななんかピラニアに襲われるとかそういうのをやりながら拾わなきゃいけないけど、このやり方をすれば、まあまずそんな危険なことをしなくてもいいと。あ、こいつら取ったね。まあ、いいや、もうドイツから取ったかわかんねえ。うん、もうこんなもんでいいでしょう。なんかチェックリストとかないとね。これ、誰から取ったか忘れちゃって、あれになっちゃうんで。よかったら、なんか、メモ帳かなんかで何番取ったっていうのをやればな、いいかなと、思います。4番やったっけな？と、やったね。多分全部取った。なんかロックドレスはちょっと荒ぶってるから一回見てみようか。あと一組くらい空いてると思うんだよな。空いてるっていうか持ってると思うんだけど、こいつ全然働いてねえじゃん。ダメじゃん。あれ、こいつ攻撃的だよな。あ、中立か。ダメだ。こいつは攻撃的。OK。よし。ちょ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 。通してくれ。通してくれ。なかなかね、こういう考えを思いつく人っていないんじゃないかなーと思って。結構オリジナリティな、原油とか真珠の集め方なんだけど、まあね、こういうことしてれば、おのずと、まあ、リーパーもカニも、みんなさっき見てた通り、レベルが上がるし、勝手にレベル上がるし、しかも原油とか真珠を取ってくれるので、こういうことをすることを、アベレーションではおすすめします。まあ足がつく程度の水の深さじゃないと、自動的に攻撃してくれないので、浅瀬で囲、門で囲ってから、まあ自分の拠点で満ち溢れている、ちょっと使わないような、でもちょっと強い子たちを、置いて、全員攻撃的にして、一つ二チームにして、一人追従にして、それを1チームとしてどんどん作っていくと、まあ安定したものが作れるかな。お前ら誰に攻撃 しようと思ってんだ。お前上になんかいるんじゃないか。これムカで狙ってた。それか俺の拠点なんかいる。あ、なんか、あ、バルブドック狙ってんのかな。よいしょ、これでいいかな。こんなもんかな。これで多分この子たちはみんなばらけるでしょ。あ、ヘビか。気づかなかった。よし、解散。みんな解散。使ってる場合じゃないよ。はい、働け働け。はい、というわけでね、今回、まあ僕ね、バイトっていう風にこの子たちを呼んでるんだけど、まあ皆さんは社員とかそれでもいいんじゃないですか。部長とか社長とか名前つけると面白いんじゃないかなと思います。それではね、今回はこのくらいで終わりましょう。それではね、皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ちなみに撮れたのは先ほど見ていたこれだね。まあまあ撮れた方でしょう。1日半寝かせたんでいい感じです。はい。まあ、農業みたいな感じだね。うん。育つみたいな。はい。それでは、ここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあねー。